次回展示大会参考報告します。目次は最初から研究について興味がある研究に発表します。3つがあります。全部は NMT に関して私研究して、はい、課題を関係ます。最初は、ニューロン機械翻訳における、道越えの対応。次は、単位語コボスと訳翻訳を用いたエンコーダーディコーダーの、訓練法。次は、シャブワード生殖化と、説明します。はい、最初は、日英ニューロン機械翻訳における道越えの対応。このペーパーでアテスンから単語アライメントの方法は、提案します。前の翻訳のモデルで、いつもは、リコーダーのアウトプットということを、翻訳したの、本から、アンクナウト感があります。書能によって、元の文と比べて、アウトと入力し、新センテンシーを比べたら、アンナウト感は反応しますけど、この方法はアテンションに、アテンションに基づいて作成します。結果は、ちょっとだけ改善できるけどこれの方法は新しいだから、はい、次は単位語コボスと逆翻訳を用いたエンコードとディコード訓練法。NMD のモデルの中で大きなコボスがあればはい、大きなコボスがあれば、精度とかも改善できます。だからこのペーパーは、パラレルコボスを改善したいです。最初から、例えば、パラレルコボスが、センタンシーペアが一つだけど、いろいろな方法で例えば、単位語コボスと逆の翻訳だけど、位置を変換するとか同語位を、置き換えるとかをいろんな方法は合わせて、センタンシーが一つだからコボスは広くなります。例えばこれ、はい、次は、サブスワード。これ方法はボキュラリーサイズとアンクナウトカンも減らしたいの目的です。例えば、英語の中でいろいろな言葉があるだけど、ロコボスの中とか、バレルシコモスの中であまり使わない。例えば、長いの言葉と、はい、その時は、サブワードの方法が結構、いいの方法です。例えば、サブワードは、ヘローとかは、もし、ヘローの言葉の頻度が大きいなら、それは単語と、単語として、はい、NMT のモデル、通じますけどは、もし設定が違うの時は Hello とか Hell と Hell と O のキャラクターは分けています。その時は Hell の言葉と Hello の言葉を比べてこれの頻度が高い、もっと高いだから、2つ分けています。次は例えば Bookkeeper とか多分は Book とキッパーと、例えばブックとキッパーを分けている、または、ブックとキップと、が最後です。はい、
言葉が一つだけど、サポートはいろいろな、分けるものがあります。例えば、ブッキーバーは二つ分けるものでしょうね。ブックとキッパーとかは分けている。だから、いろいろな複数分脇の、語を組み合わせて、その時はスポードの生息化する方法とやります。はい、この学会の感情は、いろいろなポスターとか発表とか見たら、私は NB の中じゃなくて、これと別の分野でも、結合できるから、面白いと思います。会社のポスターは見たら、私は自分の研究とか、研究と、会社の研究が、違うところがあります。今度は参加すると、発表するとか議論するとかも身につけました。はい、以上です。よろしくお願いします。